テンプルバーはアイルランドのダブリン2区にある地区。北はリフィー川、南はデーム通り、東はウェストモアランド通り、西はフィッシャンブル通りに囲まれている。ダブリンのカルチャー地区として推進されており、ダブリン市内中心部のナイトライフの中心地、観光地としての役割を果たしている。中世時代にはセントアンドリュースパリッシュと呼ばれていた。ダブリン郊外で、 城壁の外側に位置していた。しかし、14世紀には先住民の攻撃にさらされていたため、この地区は廃墟と化した。17世紀には再び再開発され、イギリスの裕福な家庭のための庭園が作られた。当時、リフィ側の海岸線はエセックス通り、テンプルバー、フリート通りで形成された線に沿って、現在のリフィ側のさらに内陸を走っていた。 川側の湿地帯の土地は徐々に壁に囲まれて埋め立てられ、海岸線であった場所に家を建てることができるようになった。しかし、干拓地には岸壁がなく家々の裏庭が水際まで続いていた。その後、家々の全面は新しい通りを構成していた。1673年に出版されたオランダ軍工兵のベルナールドゴンメのダブリンチズで埋め立てられた土地に、 テンプルバーと初めて言及されている。近くには他にもダマス通りやダーティロジなどが言及されている。テンプルバーの名称は1600年代初頭に先祖のウィリアム・テンプルがそこに家と庭園を建てたテンプル家に由来していると考えられている。テンプルは1599年にエセックス博ロバート・デバルーの遠征軍と共にアイルランドに渡り秘書を務めた。 1601年にエセックス博が反逆罪で斬首された後、テンプルは死生活に引きこもったが、その後ダブリン大学トリニティカレッジの学長になるよう勧誘され、1609年から1627年に72歳で死亡するまで務めた。ウィリアム・テンプルの息子ジョンは1641年に先住民の反乱を非難した論説の著者となった。ジョンの息子、 ウィリアム・テンプルは、イギリスの政治家になった。しかし、このような系譜にもかかわらず、テンプルバー通りの名前は、中世に遡って、ロンドンへの主要な料金所があった繁華街、テンプルバー地区から直接借りているようである。ダブリンのテンプルバーと同じく、ロンドンのテンプルバーは、西のエセックス通りと東のフリート通りに、隣接している。このことから、 ダブリンのテンプルバーは、ロンドンの歴史的なテンプル地区に倣って、最初に命名されたことはほぼ間違いないとされている。しかし、ダブリンで、テンプルバーという名前を使った二次的な理由は、この地域で最も有名な一族の一人に、言及したもので、言葉遊びのようなものとされている。あるいは、テンプルバーは、ロンドンと家主に敬意を表している、ともされている。 テンプルバー付近のフィッシャンブル通りは1742年4月13日にヘンデルのメサイアの初演が行われた場所である。毎年同じ日、同じ場所でメサイアの公演が行われている。1791年にユースタス通りの酒場で開かれた会合で共和党の革命グループである連合アイルランド人教会が結成された。18世紀のテンプルバーは ダブリンの売春の中心地だった。19世紀にはこの地区の人気は徐々に落ち込み、20世紀には多くの廃墟となった建物が立ち並ぶ都心の荒廃に見舞われた。1980年代には国有の交通会社であるアイルランド交通システムが土地を買い取り、取り壊し、バスターミナルを建設することを提案した。計画段階中、 購入した建物は低家賃で貸し出され、商店やアーティスト、ギャラリーなどが集まってきた。アイルランドのナショナルトラスト、住民、商人の抗議により、バスターミナル計画は中止されたが、当時のチャールズ・ホーヒー首相が資金確保の責任者となり、1991年に政府はテンプルバー・プロパティーズという非営利会社を設立し、ダブリンの文化的地区としての再生を監督した。 1999年には、主に酔っ払いの暴言が原因で、テンプルバーでのスタックパーティーと変ナイトが禁止されると言われていたが、失効した。しかし、夜の騒音や反社会的な行動は、今も、なお問題となっている。テンプルバー・パブ・オリバー・戦闘ト・ジョンゴーがティーパブこの地区には、アイリッシュ・フォトグラフィー・センター、アーク児童文化センター、アイルランド映画協会、ボタン工場、 アートハウスマルチメディアセンター、テンプルバーギャラリースタジオ、プロジェクト、アートセンター、ガイエティ演劇学校、アイバットカレッジ、ニューシアター、アイルランド証券取引所など多くの文化機関がある。日が暮れると、テンプルバーはナイトライフの中心地となり、様々な観光客向けのナイトクラブ、レストラン、バーがある。この地区のパブには、テンプルバーパブ、 ポーターハウス、オリバー・セント・ジョン・ゴガティ、タークス・ヘッド、チェ・コイン、クエーズ・バー、フォギー・デュー、オールド・ダブリナー、スタックズ・ヘッド、バット、ボブスなどがある。この地区には、ミートリング・ハウス広場と中央のテンプル・バー広場の2つの広場が改装されている。テンプル・バー広場では、土日にテンプル・バーブック・マーケットが開催される。ミートリング・ハウス広場は、 近くのクエーカーミーティングハウスにちなんで名付けられた広場で夏の間は屋外で映画の上映会が行われる。2004年夏以降、ミートハウス広場には公演者広場計画や土曜日にはテンプルバーフードマーケットも開催されている。カウズレーンマーケットは土曜日にカウズレーンで開催されるファッションとデザインのマーケットである。13世紀に建てられたアウグスティヌス教の 生産未一体の修道院の一部は、フライアリーと呼ばれるアパートやレストランの複合施設の中で見ることができる。ボリウッド映画、タイガー伝説のスパイのダンスシーンがこの地区で撮影された。アイルランドのシンガーソングライター、ビリー・トレーシーは、テンプルバーについての曲を書き、カントリー歌手のネイサン・カーターやアイルランドのロックバンド、コーダ・ラインは、テンプルバーという曲をリリースしている。 ありがとうございます。